40年くらい前の話になります。私は小学校3年生だったと思います。近所の小さな公園の裏に結構な広さの空き地があり、背の高い雑草だらけでしたが、子供たちの遊び場になっていました。空き地の端にはトタン屋根でボロボロの平屋があって、そこにはおじさんが暮らしていました。たまにそのおじさんが家の外で何かやっているのを見かけていました。夏の終わり頃だったと思います。友人と空き地で遊んでいました。多分おじさんの家の敷地なんだろうなというあたりに、手製の小さな小屋のようなものを見つけました。中を覗くとウサギがいました。まだ小さくて白いのと茶色いのだったと思います。捕まってしまったんだ。逃がしてやろう、そう思いました。小屋は木と金網でできている簡素な作りで、子供の手でもこじ開けることができました。ウサギが出られるくらいの隙間ができたところで、家から物音がしたので走って逃げました。空き地を走り回るウサギを想像して、ものすごく気持ちが高まったものを覚えています。翌日、友人とまた空き地へ行きました。ウサギはあの小屋の前で腹が裂けて死んでいました。呆然とそれを眺めていると、いつの間にかすぐ目の前におじさんがおり、かわいそうに誰かが小屋を壊したんだよ、野良猫にやられた。その時おじさんに何かを言ったと思うのですが、覚えていません。その後で友人と何か一生懸命に話をした気もするのですが、こちらも覚えていません。友人が誰だったのかも思い出せません。それからあの空き地に行かなくなりました。怖い話はやめてください。そういう募集ではないんですよ。これ普通に階段ですよね、これ。そうですね。3日以内にあのお線香を、うさぎのためにあげてください。もうそれだけでいいです。はい。